ダニエル・ウィルデンシュタインは、フランス出身の国際的な画商及び絵画詞、研究家。フランス・イギリスを中心とした競馬のオーナーブリーダーとしても知られる。祖父と父が築いたアートとブリーダーのビジネスと、莫大な資産を引き継いだ。名字は、ウィルデンシュタイン、ウィルデンシュタインなどとも表記される。フランスのエソンヌケン・ベリエコールル・イコール・ビュイッソンの出身で、 1917年にドイツ系ユダヤ人のウィルデンシュタイン家の後取りとして生まれた。ウィルデンシュタイン家はダニエルの祖父にあたるナタンウィルデンシュタインが1875年に創立した絵画販売会社を運営する一族で、ダニエルは1963年に父ジョルジュ・ウィルデンシュタインから会社と美術資料館を相続した。ウィルデンシュタインは画商として成功し、 その会社の規模を大きく拡大、ロンドンやニューヨーク、東京といった国外の大都市にも画廊を設けている。また父や祖父と同様、絵画史の研究にも取り組み、特に印象派に関する研究が著名であった。作成したカタログレゾネには、クロードモネやエドアル・マネ、ポール・ゴーギャンなどがある。この他、ウィルゲンシュタインは彼らの作品に、 ウィルデンシュタイン作品番号というクラシック音楽の作品番号に似た分類用番号を用意し、その整理分類に役立てている。また、現代美術にも興味を示し、1993年にアーネグリムシャーと協力して、ボストンに現代美術の博物館、ペースウィルデンシュタインを開設した。現在同美術館は、ニューヨーク市のマンハッタンに移り、また主館を、 中国の北京に開設している。2001年、ダニエル・ウィルデンシュタインは、パリの病院で家族に見取られて死亡した。84歳であった。ウィルデンシュタイン画廊は、第二次世界大戦後、パリに、再び店舗を開く。ところが、同店は、フランスの文化大臣、アンドレ・マルローから、公の場で休断され、ジョルジュ・ウィルデンシュタインが、ジョルジュ・ドラトゥールの絵画作品、 女占い師の国外持ち出しと販売に絡んで公務員に贈賄したとされたため騒ぎとなり1960年代初頭に営業を打ち切っている。この事例は訴追されないまま過ぎ、ダニエル・ウィルデンシュタインは後年マルローの球団の同期は悪意でしかなかったと訴えた。第二次世界大戦中に滅出したフレデリック・バジール作、 アルフレッド失礼の肖像1867年1868年。ウィルデンシュタインが老最金では、同社は第二次世界大戦中のナチの略奪美術品や当時のジョルジュ・ウィルデンシュタインとドイツ政権との関係の性質に関して多くの論争に巻き込まれた。2000年5月にはパリで継争中の裁判が決心。ウィルデンシュタイン側は敗訴している。美術史家。 エクトール・フェリシアーノの著書、ザ・ロスト・ミュージアム・ザ・ナチ・コンスピラシー・ツー・スティール・ザ・ワールズ・グレイテスト・ワークス・オブ・アートには、フランスからアメリカへ亡命した1941年以降も、ジョルジュ・ウィルデンシュタインが、合唱として、ナチを顧客に利順を上げていたという言及があり、出版差し止めを訴えた裁判だった。判決を受けて、ジョルジュの孫で、ダニエルの息子たちは、 これは中傷であり名誉毀損を主張し法廷に持ち込み、敗れている。2011年1月にダニエルの息子がイ・ウィルデンシュタインは、行方不明、または、盗難品と報告された芸術作品の陰徳の角で、フランス当局に告発された。警察が、ウィルデンシュタイン資料館の保管庫から摘発した芸術作品は30点で、その少なくとも20点は、イタリアの彫刻家。 レンブラント・ブガッティの作品、エドガード派のスケッチに点を及びウジェーヌ・ドラ・クロワのパステル外点はもともと、ヨセフ・ライナフ派の収集品の一部であったと主張した。父・ダニエルは1972年にライナフ派の娘の遺産執行人を務めており、ウィルデンシュタイン資料館が収蔵していた美術品を相続人たちの間で分配する責任を負っていた。 D. ウィルデンシュタインの勝負服ウィルデンシュタインは、ヨーロッパの競馬界においても重要な人物で、数々の大競争勝ち馬を抱え、また多くの名馬を生産してきた。一方で、騎手や調教師との間で大きないざこざをたびたび、引き起こしたことでも知られる。勝負服は、ロイヤルブルーの下地にライトブルーのタスキ、ライトブルーの帽子を使っていた。当初はフランスのみで競争馬を所有し、 そのうちの一頭、ドン2が1969年のプールデッセで、プーランに優勝すると、以後ウィルデンシュタインの所有馬が各地で活躍するようになっていった。次第に、イギリスの競馬場にも所有馬を送り込むようになるが、こちらでは長らく大きな勝ち星が挙げられず、プールデッセでプーリッシュを勝った、アレフランスなどを送り込んだが、それでも失敗に終わっている。 1975年になって、ようやくレオンガで、ジュライカップを優勝、イギリス短距離界の大競争を制覇した。しかし、その翌年1976年は、ウィルデンシュタインにとって大きな当たり年となった。イギリスクラシック競争のうち3競争をそれぞれ、フライングウォーター、ポーニース、クロート・ウィルデンシュタインの所有馬が制覇し、同年のリーディングオーナーに輝いた。 上述のイギリスクラシックを勝った競争バラはフランスシャンティー競馬場に所属するアルベルト・クリム社とその引退に伴って引き継いだアンジェル・ペンナによるものでつまりフランスで調教された競争バラを引き連れてのものであった後にペンナはウィルデンシュタインの依頼によりアメリカ合衆国に渡り代わってパトリック・ビアンコーネがフランスでの調教を担当するようになった ビアンコーネの旧社からは、チャンピオンステークスなどに勝った、パレスミュージックなどが出ている。初めてイギリスの調教師に馬を預けたのが1978年の、ことで、予託を受けた、ピーター・ウォールウィンは同年コロネーションカップと、カドラン賞をウィルデンシュタインの馬で制覇している。しかし、バックスキンが2着に敗れた、ゴールドカップでの安状、パットエデリーの騎乗に強い憤りを示した際に、 ウォールウィンがエデリーの立場を弁護したため、その報復として、ウォールウィンに預けていた馬をすべてヘンリー・セシル級者に、天馬屋させている。さらに1985年には、実績のあったはずのセシル級者からも馬を取り上げ、すべてフランスの級者へと移送している。ウィルデンシュタインと、キシュ、調教師との確執はこれ以外にも何度かあり。 1983年には、レスター・ピゴットがとある競争で、失格処分になったことに行き通って、以後、スティーブ・コーセン王を乗せるように指示したことがある。後に、ウィルデンシュタイン所有のサガスが1985年の外線門賞で、エデリー・アンジョーのレインボークエストに到着という形で、敗れたのは、イギリスの競馬関係者からすれば、ある意味皮肉であった。一族はもともと家畜賞だったが、 祖父のナさんが1871年にアルザスからパリに移り、値段の安いフランス絵画と18世紀の家具を扱う美術賞に転身した。ウィルデンシュタイン家の財産は溜め込んでいる膨大な収集品を元にしているが、秘密主義を貫いている。息子にアレクナタン・ウィルデンシュタインとガイ・ウィルデンシュタインがいる。歌唱及び研究家としての家業は彼らに引き継がれ、また、 競馬事業もアレクにその多くが引き継がれたが、生前は息子たちが50を過ぎてもダニエルがビジネスを指揮し、遺産もトラストに託し、二人の息子でなくその孫に引き継ぐようにした。また、アレクの最初の結婚相手であった、ジョセリン・ウィルデンシュタインは、アレクとの離婚騒動で、マスコミの注目の的となった人物である。後に、再三の美容整形手術で、さらなる話題を呼び、 ゴシップクイーンとしての地位を不動のものにしている。この離婚騒動によって、それまで業界内でしか知られていなかった世界的富豪、ウィルデンシュタイン家の存在が世に知られることになり、一族の不正な税対策やナチスとの関係が暴かれることとなった。ありがとうございます。